お疲れちゃんスラップです。今日はですねクラロワで一番楽しいデッキやっていこうと思います。というわけでこちらのエリゴルヒーローレイジエリポンミラーを添えてはいやっていきます。まあクラロワでね一番楽しいといえばもうこれでしょうと、エリゴルしかまあないでしょうというわけなんですけども、エリゴルでねちょっとトロが上がりました。はい、2428というわけでなんと世界29位に来ちゃいました。エリゴラーで、はい、マジで強いんですよ。本当に笑えないぐらい、この何エリゴレヒーラーフェニフェニ、エリゴレヒーラーフェニフェニレイジが止まんないんでね、ちょっとはい、上目指してやっていきます。マジですごい、本当にこんなに簡単に勝ててええものなのかっていう、本当使っててびっくりするんですけど、まあフェニックス完走してるならね、まあ勝てるし使った方がいいでしょというわけで、あーこれいっちゃうか、もうエレジャイとかですね、どうせ。はい、エリポン、あー俺もでもエリポン来たかったな。でもエレジャイだとこのヒーラーフィニフィニがあれ多分絶対きついんですよね。まあ俺ボンバーきついんですけど、ボンバーなんかガン無視よ。おえ？何それ、何そんな技あんの、ちょっと待って、やばいやばいやばい、初めて、すごいすごいすごい、ちょっと待って感動したり今そんなのがしてる場合ちゃうの、やばい、え？そんな技があるの、え？やばいやばいやばい、何それ、ちょっと待って待って、何そんな技あんの、ずるくない、なんかやってんな、いやマジでマジで、え今の、えちょっとエリポン来たいんですけどキング起動されるの嫌だなと思って、なんか今の相手すごかったっすね、てかまだ今の相手も同じ相手なんですけどマジそんな技があんだ、えてかライドラ優秀か、めっちゃ頑張ってるよ、じゃあエリポン浮くね、まあ、キング起動されるかもしんないんですけど、まあエリポンポンポン、エリポンポン置いた方が多分だいぶ有利に戦えると思うので、相手はお願いクエイクないやつでお願い、エレジャイ、うんマジで知ってることやばいんですけど、はい、お互い拳で語り合おうじゃないかっていう、ただそれだけっす。ライドラをミラーなのか、フェニックスをミラーなのかっていう話なんですけど、まあ、どっちもいいんじゃないですか。ぶっちゃけ。まずヒーラーで回復したい。ヒーラーがある分ね、ちょっと有利な気もすると思ってるんだけど、どうなんだろう。いや、でもさすがになんか、ヒーラーの圧を感じれてる気がする。なんか、すごい。かわいいね。色がかわいいのよ。はい、勝てます。これです。てかまあ、なんだろうな。相手も相手なので、デッキがね。まあ、なんとも言えないんですけど、これしてたらね、世界20位ぐらい、はい、来ました。簡単でしょ？楽しいでしょ？幸せでしょ？っていう。話さ、今21位ですね。世界21位。まあ、世界じゃ2600ぐらいなんで、まあ、ワンチャン一桁狙えますよと。で、このなんかね、エリポンを入れてる、入ってるんですけど、このエリゴレは。エリポンの枠がね、ヒースピもあります。はい。なんかどっちも上位にいるんですよね。そう、エリポンミラーをしたい人と、エリポンが入ってなくて、もうガンガンエリゴレヒーラーフィニフィニ、ヒースピ添えて、なんならヒースピミラー、もうね、いけたらみたいな感じの、エリポンが入ってない方もあるんですけど、まあ、ぶっちゃけ好みかな。個人的にエリポンは好きだし、環境なので、使ってはいるので、おすすめではありますね。さあ、来た。うおー、バナさんや、バナさん。ゴレーすね。ゴレエリポン説はあるな。マジ、ゴレ、エレジャイ、エリゴレが、結構いますからゴリゴリいますから、だからあっちも待つか、お互い待つっすね。うん、まあエリポン欲しいんだよな、ちょっと
ワンチャン出てこねえかな。あはニョキってリポン見えたらね、レイジで回したかったのに見えなかったんで、もう諦めますね。もう残り1分まで待って、もうすれ違い通信っすよ。はい。もう俺の方がヒーラーいるんで、まあ、なんとかなってくんねえかなと思いながら。はい。エリゴレヒーラー、フィニフィニ、ライドラレイジぐらいいけたらね。あとはもう見守るしかないんでね。本当に。うわぁ、楽しみだな。楽しいな、この時間がもう。まあ、なんでもあとはな、なんだろう、ロイジェイと迫撃とかの小物系もいるんですけど、まあ、スケラとかもいるけど、もうそういうのはね、止まりません。はい。エリゴレヒーラー、フィニフィニで、レイジ添えて、止まりません。無理です。はい。まあ、なんか、たまにロケットみたいなの来ると、ちょっと、ってなるんですけど、いや、このエリボはちょっと強い。いやー、これヒーラー行かれてるかな。お、ロインドラゴ頑張ってる。あれ頑張ってない。まあランバーぐらい来たらフェニックスで守りますか。はい、来ました。言ったそばから、さあ、あっちも同じです。はい、もうこっからすることはライドル2体の方がいいかもっすね、ワンちゃん。うわ、1体持ってくれたのいて。さあ、なんとなく山目を打って、そのトルネエロかったな今の。今のトルネやばいっすね。うわ、やべえ。ワンチャンなんかたまたま噛み合って耐えねえ。いやー、よーしーなんかワンチャンありそうだったよな。まあ決め手は攻めとるね、真ん中のうまかったっすね。さあ切り替えて、しっかりエリゴレでね、暴れていきたいと思います。やっぱエリゴレもね、形組めばいいんですけど、中途半端に守っちゃったり、あんなエリポン置いてると本当に負けちゃうので、しっかり冷静に、レイジ。はい。あんまり早く歩かないでほしいな。で、これどうしようかな。ワンチャンヒーラーまで見えるんですけど、まあさすがに呪文だしな。さあ、まあヒーラーでこれ全部回復できるんで結構熱いと思うんですけど、ね、さあレイジ添えてあげて、ライドラにマジで頑張ってもらう。いやー、あー、ヒーラーがいかれた。いかれるとちょっと痛い。卵だけやって、よし、よくやった。おっ、うん、さあ来ましたね。多いね、マジで。まあ、うわー、出たよ。これ、ずるくない？エレジャイクエイクっていう、この、自分はエリポン打っけどね、みたいな。あなたはダメだよの。このクエイクね、マジで辛い。まあ、もう一回置くんですけどね。おー、まあ、回打つんじゃねえよ、ポケが。おい。いやー、これ、石膏。で、もう一回エリポン置くっすね。いやー、こうなってくると、怪しくなってくるっすね。まあでも、行くしかないっすね、僕は一旦。まあ最悪11でいいので、こ
交換してそっからヒーラー貯めてかな。うん、まあ全然よくて、いやマジでカラフルすぎる、マジでカラフルなのはいいのか。あ、なんかきつそうじゃない？なんかめっちゃおるくね？めっちゃおるよな、やっぱめっちゃいるよなあれ。お、あれ、いやでもあんまりなくなっちゃう。うわー微妙か、意外といい、いや意外と悪くないぞ。なんかきつそうだ、なんか気づいたら相手が、あやべえ、クイックあるわこれ、ミスター。あーのんきにリポン見てんじゃないよ本当に。誰これにリポン行かないようにさ指示してくれる人いないかな。リージで、起きるな。今でもなんかやっぱ辛そうだな。めっちゃいるくない？おもろい。うん。リゴルはね、おもろい。いやまあクエイク相手が持ってても勝てるのは普通にでかいっすね。まあエレジャイだとね、マジこのドラドラ対決を制せれば勝ちみたいなとこあるんですけど、やっぱヒーラーがある分勝てるっていう、まあ、ただそれだけっすよね。三強なんかエレジャイ、ゴレ、エレジャイ、ゴレ、エリゴレだったら何がどれが強いんだろう。3つでぶつかった時重量級の頂点とは。おー、アイスウィズスケラか、スケラか、もクロスもあるっすね。しぶまあローケ使ったからね、フェニフェニエリゴレ行きたいみたいなのがあるんだけど、まあおとなしくリポン食うよね。うわでけえこれ、かぶったな。やばいかなこれ。あげるこれヤクザなのか。お、あ残ればちょっとおもろかったかな。うわーここでフェニックス使わされたのやべえな。でもロケも使って、お？あれ？うわ！にょ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 ！えぐすぎ！さすがにこれはもう逃げ切れると思うので。まあ、適当に耐えて、しゃしゃ。タワーを1本上げる代わりにエリポン2本立てられると。
エリポン立ててください皆さん。そういった選択肢にね、悩むことがあれば、タワー1本捨ててでもね、エリポン2本立てた方がね、いいことあります。やっぱ先行投資ね、後々のね考えると、エリポン立ててください。おー、ウォレスだ。さあ、世界的レベチプレイヤーウォレスですね。負けると痛めの40コースなので、しっかりエリゴレでね形組んで、やっぱどんだけね上手くてもエリゴレはきついんだぞっていうのを教えてあげなきゃ。遅延スケラーだあーと思いきや、普通のザッピースケラかな、宝石の。あれ逆来たらもう全無視です。てかまあ来なくても無視です、来ても無視です、とりあえず無視です。はい、考えるな、感じろ。サヒーラーで回復してくれ。ナイス卵、ナイス、いけ、回復して。あー、なんかめっちゃ変なとこ行ってんな、あの子ら。何やってんだよ。え、防衛うまくね？守りすぎじゃない？生まれろ！生まれてよ。いやー、これね、守られちゃうとね、結構渋いのよね、このデッキ。あー、まあこれはもうキング行かれない程度でいいかな。しかもスケキン型っすね。なんか最近これ文句型がいたんですけど、ちょっと型も違う。まあ金起動されるかもですけど、まあ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 ギリ許す。あ、うまい。それは失敗してるが、もう一回ユニットが。さあ、俺にはねエリポンがあるんで、結局ね。行くしかねえ、もうやるしかねえんだ俺は。ここで、あんま時間稼がないでほしいな、ちょっと。どっか行ってるもん。マジで防衛うまいって。お願い、防衛もうまいのずるやん。俺なんかこんだけ必死に頑張ってご利用してるのに。いや、いけるなってなると、いけるなってなると、いけいけいけ、マジで本当にマジで最初のはね、何だったんだろうね。よし、気持ちいい。これは最高だな。トロがどんどん上がるぜ。さあ、プラス16。まあ引かれる分はねちょっと大きくて、もらえる分が気持ち少ないので、少しずつではあるが上がってる。ああ、この人はね、うわー、これ逆組んでよかったかな。キョスケのザッピーマザネクロイフグっすね。そう、これがね、めっちゃ組んの熱い。いやー、まあこれはしょうがない気がする。エリゴレでそんなことする必要もない。にゃー、お前ライドラダメージ受けるなら絶対つけなくてよかったよ。あー、うまい。しかもお散歩ね。いや、でもこれ覚悟を決めた方がいいかもね。これキングいかれそうだな、マジ。その相手の呪文が柳雨だけなんですよ。だからエリポンをめちゃんこ貯めたい。これ守ってなかったら終わってた。
てか相手もキング来るかもっすね。ヒーラーとか行ったら真ん中行きますかも。そうっすね。まあ、相手の立場からしたらこれはもう2200置いてえなってなると思うんで、まあ、分かんないけど、まあでも呪文やらめだけなんで組めば勝ちっす。いやこれロイフ来る。うわでかい。この犬結構稼げんじゃん。だってエリゴレこれマジめっちゃ強いぞ。おい、守れマジで。痛いこれ。キョスケの部下って1300ぐらいで行く。さあここでオートルくると熱い。うわー全然下だ。下だと勝ってもマジで順位がね一つとかしか上がんなかったっぽいので、まあちょっと負けないように頑張るか。ウィングスっすね。一発嫌よ。さあスケラっすね。完全にスケラです。まあ、スケラはほんとに2倍タイム3倍タイム4倍タイム入ると、4倍タイムねえな、俺の勝ちが決まると思うので、焦らず行こう。でもね多分キングに来んだよな、こういう人だって、うん、いやーマジ頼む。ライドラ本当に頑張れ、応援してる。いやー守られそう。いやー熱い。え、なんもらん。あれ、わーマジやばいよやばいよ。ママもこんなんね、何回見たことかよ。さっきも見た、その前も見た、一生こんな。こっからなんでエリゴレは。エリゴレマジこっからってやばい。卵、おーよかった、安心安心。ポイズン、ポイズン、おいでポイズン来てみ。おーい、さすがにこうスキル打たれたら守りたいっす。やべ、あ待って、めちゃくちゃうまいそれマジ本当に。俺のエリポンだけはマジで守る。いいよ、お一応守った。まあ一旦消える一本おっとく。あれいけるか。いや行く価値はある。いや、墓石強いっすね。まあ、いらねえやなめっすね、こんなのは。うわぁ、怪しくなってきた。やばい、プレイも怪しい。プレイも怪しいし、なんか時間もダメージも怪しいな。さあ、こんなことしてると負けそうです。俺の秘技、エリゴレ出し行かなきゃっす。マジなんかめちゃくちゃ下手じゃない。これでも世界10何位っていう、マジで恥ずかしくなるよ。ふざけんな、もうわからん、勝ってもわからん、負けてもいいよ、わからん。あー神秘だ。さあ取り返さなければいけない。
今の負けを半分でいいから。さあよろしく。いやめっちゃ今日で一番いい手札よ。はい、レイジからのテリポン。オーマイグンネス、オーマイグンネス、マジかよ。マジで本当にこれが現実。うん、いいトルネード。ワンチャン落ちねえかな。マジで。マジでワンチャン落ちんじそうじゃね？どういうこと？マジで。どういうこと？